はい、こんばんは。今日はこんなアングルで、とりあえずこの PPK20 の装備がだいたい落ち着きました。まあ、こんな感じが一番いいかなという。反対側はこんな感じです。で、このコードはスイッチはここについてるんですけど、コードはチャージングハンドル引くのに、ちょっと邪魔くさいんで前回しにしました。で、ちょっと話は変わるんですけど、これとちょっと前に紹介したこれが値段があんまり変わらないという3万7000円ぐらいどういうことみたいな。あ、それ余談です。でですね、今日動画を始めたのはマグチェンジなんですけど、あれ？マガジンが1本しかねえぞ。マグチェンジなんですけど、もう1個1本だよ。これでいいか。これで落とすと、ちょっとね、タイムラグがあるんですよね。落ちるのに。なんで、ちょっと、あれ、うまくできない。さっきできたんだけど、まあこういう感じで飛ばすのも面白いかなっていう。で、始めたんですけど。これでリロードで、正面じゃ分かりにくいかな。スポック短いな。こんな感じなんてどうかなみたいな。あれ、なんでマガジンがもう一本なくなった。ちょっとこういう遊び方できるんだったら、それ目的でマガジンを買ってもいいかなみたいな気分になってるんですけど、あれ、なんでマガジンが1本しかねえの。もっとやりたかったんだけど、すげえ飛んでくんだけど軽いから飛んでくのが半端ない。たまちゃんが待機させてるから大丈夫です。あれ、これをバシバシやろうと思ってもう一本準備しておいたのにどっか行っちゃったまあいいや。横からだとあっち飛んでくんだよな。あんまり張り切りすぎるととんでもないとこまで飛んでくんで、ちょっとこう乱暴なリロードがしたい人コツ的には押したらもうちょっとあれ、どこ行った。すごい飛んでくからちょっと面白いなと思って動画を撮り始めましたしょうがないよね、こんな何のための電動ガンだよみたいな。マガジンが足りないそういう足りないかよみたいなこんな感じ。どうしようもないおっさんだよこれもう一回だけ、もうフルドと一緒でこれでいいかもしれないじゃ今のやり方と、じゃ普通のやり方しますね。どっちが早いんだろうみたいな。これは普通のやり方でしょ。今のやり方なんかちょっと早いような、速くない、かっこよさイコール速く見えるみたいな。もう一回いきますよ。じゃあ普通にやると、落として入れてでしょ こっちの方少しでも速く見せようみたいな操作がされてるかもしれないですけど、まあそんな遊び方もいいかなみたいな。このフラッシュハイダーはキンキン音するからいいんですよね。ということで PPK20 でした。以上